疲れ様でした。お疲れ様です。関西大学バレー部の田村主将です。今日関西大学バレーの秋のリーグ戦が開幕しまして、同志社大学に惜しくも1対3というところで敗れてしまいましたけど、まず今日の試合振り返ってどうですか？そうですね、まあ、1セット目取れたんで、このままいけるかなって思ってた、そこの油断が出てしまったかなっていう部分はありました、ね。やっぱりそういう寛大の詰めの甘さっていうのが出てしまったかなっていう試合ではあったかなと思います。でおっしゃった通り、本当に25対14ということで、はい、いいスタートの流れ来たんですけども、はい、2セット目26対28というところで、ここでちょっとね、取り切れなかった、はい、どうでしたこの第2セットというのは？やっぱりそこを取り切ってたら3セット目ももっと楽にいけるかなっていうところだったんで、絶対取りたいっていう話はまあベンチでしてたんですけど、やっぱその気持ちはどうしても一緒なんで、ちょっと悔しいですね。本当ここ取れてればもうストレート勝ちもあったのかなっていう流れでしたよね、はい、でそこでちょっと取り切れずに第3セット12対25ということで、ちょっと向こうに流れがいったかなというところ でそのままちょっと取り戻せずというところだったんですけども、同志社大学とは春の、リーグ戦では勝って、はい、で夏のトーナメントでしたっけ？そうです。ではちょっと負けてということで、はい、1勝1敗ということで、はい、非常にこう同志社意識してたんじゃないですか、この辺りリベンジも含めて、はい、どうですか？いやもう1勝1敗だったんで、このまま勝って2勝1敗にしときたいっていうのもあったし、僕らが1回2回の時とかも同志社には全然負けてたんで、今年こそはっていう先輩の分も勝とうっていう話だったんですけど、悔しいですね。なるほど。で田村主将なんですけど、ちょっとベンチからという今日、はい、あれだったんですけども、どうですか、まあ、攻撃陣、例えば、源選手だったり藤井選手だったりというのは非常に、エース格といいますか、はい、まあ、攻撃の軸になるのかなと思うんですけど、このあたりというのはこの2選手についてどういうふうに見てられてました？そうですね、南本一成はちょっと教育実習で何日か抜けてて、あんまり調子上がらないというのがあったり、まあ、藤井哲太やったら昨日ちょっと足捻挫しちゃってっていう部分があって、まあ、そういう不運もあった中でやっぱり精一杯のプレーしてくれたんで、全然あんまりかっこいいなと、チームながらに思う選手の2人だなって思いました、ね。なるほど、はい。でまあ、キャプテンとしては今シーズンといいますか、はい、今年のチームというのはどういうふうな特徴というかチームの強みとか、そのあたりでどういうふうに見られてますか？やっぱりその南本一成、藤井哲太を中心に、攻撃的なバレーをしていって、そこに後輩が乗ってきてくれたらなっていう感じで作ろうとしてたんですけど、やっぱりその2人がどうしてもこう怪我とか調子が上がらないってなると、こうなってしまうので、やっぱりもう一回、今更ながらですけど、一からもう一回どういうチーム作ろうかなっていうのを考え直さないといけないなっていう感じではあります。なるほど。でね、まあ、今シーズンというのも、やっぱりどうしてもコロナウイルスの影響というのもあって、はい、なかなかこう思うように練習できないという部分もあったと思うんですけども、キャプテンとしてどういうふうな声かけだったり、こう試合に向けてチームをこう作ってきたのかというところを教えてもらえますか？いつもこうやって春やったら試合なくなったとか、延期延期ってなってて、モチベーション保つの方がしんどかったので、やっぱりそういうのはしっかり勝って、もう明確な目標っていうのを作ってて、しっかりこれ目標にしようっていう、そういうのを毎日の練習で毎日言って、練習前も練習はずっと言うようにしてて、そういうのもやっぱり意識付けっていうのはしてましたね。具体的にそのチームの今シーズンの目標というのはどういうところに置いてます？この、まあ、秋になりますけど、秋リーグですとやっぱり一部3位以上っていうのになってて、それで前回でもしっかり関東の一部のチームってめっちゃ強いんですけど、そこにも勝てるっていう目標にしてました。なるほど。で、まあ、残念ながら初戦は敗れてしまいましたけど、まだまだリーグ戦続きますけども、後のリーグ戦に向けてというか、そういう意気込みをお願いします。はい、まあ、ここから、正直な話、同志社全然強い相手が続くんですけど、しっかり関大らしい楽しいバレーボールをして勝っていきたいと思います。バレー部の藤井選手です。惜しくも同志社大学に逆転負けというところだったんですけども、まず今日の試合振り返っていかがでした？そうですね、まずは1セット目取れたのに2セット目やっぱり取れなかったっていうところは痛かったんですけど、まあ、でも新しいメンバーで3セット目4セット目戦った中で、いいところも悪いところもあったんで、そのいいところをやっぱり出していかないとこれからも勝てないし、やっぱり明日も来週、再来週ってまだ強いチームが当たってくるんで、まあ、そこは課題点になってくると思います。で藤井選手ですけど、基本的にはミドルブロッカーということですけども、結構ライトに開いてから、まあ、左利きなんで、まあ、そこからの攻撃だったりクイックだったりと結構攻撃多彩だなという印象あるんですけども、この辺いかがですか？自分はレシーブしない分、
その攻撃でどんどん点数取っていって、しんどい時でも、うん、みんなスパイクで決めて、まあ、引っ張っていくっていうのはずっと1回の頃からやってきたんで、うん、やっぱりそれが自分自身も2セット目だったり、うん、勝負どころで決まってなかったところがあるんで、うん、やっぱり最後4回生としてもっと後輩を引っ張っていけるプレイヤーになっていくのは自分の課題だと思います、うん、はい、なるほど。で、簡単におっしゃった通り25対14ということで第1セットいい流れで取れたんですけど、やっぱこう2セット目26対28とここ取りたかったっていうところあるんじゃないですか、どうですか。やっぱり1セット目取った分、うん、2セット目も取ってそのまま行きたかったんですけど、うん、やっぱりそううまくいかないのはどうしても流れのスポーツですので、うん、その流れを取りきれなかったっていうのが、やっぱり向こうは1セット目悪くて2セット目、3セット目、4セット目って、うん、考えに対して対策であったりとかその知りたいんですけど、自分たちは向こうの対策っていう向こうに合わせてバレーすることができなかったんで、うん、そこが負けた方がいいんだと思います。うん、で、まあ、同志社大学といえば、夏のトーナメントでちょっと負けてると、で春は勝ってるというところで結構、まあ、意識もあったんじゃないですか今日の試合。やっぱり同志社大学だけ唯一今までの自分たちの1回の頃から勝ててなかった相手で、うん、春リーグやっと勝てた中で、うん、やっぱり夏のトーナメントで落としたっていうのがどうしても印象でよく残ってしまってたと思うんで、部員の中でもやっぱり夏のトーナメント勝てなかったっていうのは、うん、やっぱり今もちょっと続いてるのかと思います。うん、で、ね、まあ、今回のリーグ戦なんですけどちょっとこう延期といいますか、いつも通りの、日程ではなかったんですけども、そこの中でこうモチベーションを保ったりとかそのあたりっていうのは結構難しい部分もあったんじゃないですか、どうですか。と本来10月2日に9月に行われてたら、この期間中と南本と、はいはいはい、プレイヤーは宮本君、はい、と教育実習で抜けてちょっと新しい感じだったんですけど、ちょっとこの延期ってなった時点で南本が抜けて、うん、また新しい最後の影下が入ったメンバーが、うん、はいはい、の練習ができたので、まあ、そこは延期っていう部分では自分たちにとってはまた違うメンバーで戦えるっていうプラス材料になったので、ほう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 、そのプラス材料を最後まで、うん、この秋リーグで絶対に一人一人で戦っていっても勝てないんで、やっぱり全員でメンバー入れ替えながら勝っていくしかないと思っているので、うん、やっぱりそういった組織的なバレーっていうのができてきているので、おそこはもっと出していける部分だなと思っているんで、ほうほうほう、今後そういった点を課題にしていきたいと思います。うん、じゃあ今日の試合でも、まあ、そういった意味でいろんな選手がこう出てきて、はい、ある程度戦えるぞっていう手応えみたいなのってありました、どうですか。そうですね、やっぱり自分が2回であったり1回の頃は決まったメンバーでしか戦えなかったので、うんうんうん、こういったピンチサーバーであったり、うん、ワンポイントだったりとかで出てくれる選手っていうのは増えてきてますので、うんうん、そういった面ではやっぱり可能性っていうのは広がってますので、その可能性を可能性であるのではなく、うん、勝ち切って勝利していきたいと思います。はい、でちょっと、藤井選手なんですけど、ちょっと右足の足首かなんかですかね、なんかちょっと痛めているような、すごい今ちょっと見えないんですけど氷座られてますけど大丈夫ですか。足の方じゃあ大丈夫です。右足首、足首ですね。あ、ちょっとその辺もやっぱこうジャンプしたりするんで結構影響があるのかなと思ったんですけど、うん、そこはもう最後の秋リーグなんで、うん、試合で歩きます。なるほど、わかりました。じゃまだねリーグ戦続きますけども、はい、まあ、今後に向けてということで意気込みを最後お願いします。そうですね、これ1試合目落としたっていうのは正直でかいんですけども、うん、やっぱり明日、再来週、来週、再来週っていうのを勝ち切れば、また上位リーグに上がって、自分たちの目標である3位入賞に行くっていう課題がありますので、やっぱり今日は今日で切り替えて、明日勝つことをこれから意識して、来週も勝っていきたいと思います。頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。